はい、青春秘密基地青葉です。今回お邪魔してきたのは奈良県にありますアトンおもちゃ館さんの方にお邪魔してきました。こちらはね、見てもらって分かる通りね、古民家の方を利用した博物館となっているんですけれども、昭和レトロのね、玩具や文具や本当に、ね、幅広い商品が展示されているね、こちらアトンおもちゃ館さんの方になっているんですけれども、入り口を入るとね、こんな感じでかなり古いものがね、怪しげな感じで、玄関までの間にね、様々なものが陳列されています。この辺を見るとね、結構ね、ごった返しているといった感じもするんですけれども、それがまたワクワクしますよね。外にもね、無造作に置かれているものもかなりレアなものだったり、高額なものなんかもね、お出迎えしてくれているんですけれども、それではね、ちょっとね、店内の方に入っていきましょう。この入り口付近にあるものは一応販売されているものということで、昭和レトロな古いね、おもちゃなんかも販売されているので、コレクターの方はね、博物館を身勝手な自分のね、ご褒美的なお土産といった感じで、古いものをね、購入して帰ることもできるので、そういった楽しみもあるので、博物館の方をね、ゆっくりね、見学した後にはね、こちらね、お買い物スペースでお買い物して帰るというのもいいんじゃないかなと思います。それではね、ちょっとね、博物館の方にね、入っていきましょう。こちらのね、女のね、のれんを入ると、この辺からね、博物館に入ってきます。これ見てください。このソフビの量。このね、ショーケースの中にもうギッチギチに入ってますね。ほんとギッチギチに。これが何せね、すごいです。この天井も見てください。このお面からね、デッドストックの未開封品がね、もう天井のね、ありとあらゆるところにつけられていて、もう本当にね、壁がもう見えないです。壁はもちろん見えないですし、天井も見えないので、唯一見えるのが床だけといった感じの、それほどまでの商品量を、またね、このショーケース内も結構ね、ガラッとね、隙間多めでね、陳列されている場合もあるんですけれども、こちらはもうね、ほぼ商品がね、半分近く見えないぐらいのね、置き方ですよね。本当にね、レア物から珍しいもの、見たことないものまでね、たくさんあるんですけれども、本当にね、見切れないスペースといいますか、この辺見てください。ジャンボマシンダーも、かなりレアなジャンボマシンダーもあるんですけれども、ほぼ埋もれてしまってるんですよね。本当にもったないほどの陳列の仕方なんですよ。これもっと見えるようにね、陳列してほしいんですけど、なんせね、商品量が半端ないといった感じで、もうすでにね、こういう陳列の仕方しかできないと言ってました。まだこの他にもね、様々なものが倉庫の方から出してないものもまだまだたくさんあるということで、こちら出しているものはね、まだほんの一部といった感じで、本当にびっくりしました。このね、奈良県のこんなところに本当に博物館があるのかなといったところを、こうね、道を走っていたら、先ほどね、古民家風のところでね、営まれているので、かなりね、ちょっとね、分かりにくくて、アクセスはかなりしにくいです。博物館の前の道もかなり狭い道になってくるので、車で来るときね、ちょっとね、ゆっくりね、注意してきてもらったらいいと思います。また駐車場なんかも隣に2台ほど止まられるんですけれども、それ以外の場合はね、他にね、要所要所に駐車場があるので、ネットの方をね、ホームページでチェックしていただいて、お越しになられた方がいいのかなといった感じを受けました。それにしてもね、これ天井、このお面も見てください。こんなにお面の種類あるってぐらい、ほんとすごいですね。お面なんですけど、で、天井を見てください。このデッドストックの今度ソフビですね。ソフビといった感じで、やばいです、これ。自分も様々な博物館とかコレクターさんとかお店とか来たんですけれども、今までね、見たものの中では商品量は群を抜いてトップレベルですよね。ここまでのね、博物館がなんと入館料300円というね、300円でこれだけ見せてくれるみたいな。もうすごいですよね。本当にすごいとね、ほんとこの、ね、入って何回言ったかわからないほどね、口からね、こう自然と出てしまいました。これ見てもらえばね、多分昭和レトロ好きじゃない方でも、本当にゾワゾワしてしまうぐらいの、本当にすごいです。で、またね、このね、陳列の仕方がね、本当に細かいものから、本当におもちゃからガムからね、おまけの一つ一つまでね、細かく陳列されていて、ギチギチと陳列されているんですけどもね、結構綺麗に並べられているんですよね。ある程度ね、ジャンルごとね、ガラスのショーケースの方に収まっているんですけれども、本当にね、見応えありました。自分もね、コレクションをね、青春秘密基地内でディスプレイしているんですけれども、そういったね、ディスプレイの仕方としましては、こちらのね、アトンさんの方は結構参考になりますよね。参考になりますし、自分が目指すところとね、かなりね、近い感じの陳列の仕方と、またね、商品なんかのね、年代なんかも自分のドストライクなエリアですよね。70年代、80年代ぐらいのものがね、自分ね、中心として集めているんですけれども、こちら見てもらうとわかる通りね、ポピーの超合金、ジャンボマシンダー、様々ね、やはりね、ロボットアニメなんかがね、全盛の頃のおもちゃといった感じで、自分もね、その辺がね、ドストライクで集めているので、本当にこちら集めているものもそうですし、陳列の仕方もそうですし、憧れの憧れといった感じで、
本当にテンション上がりまくりといった感じでワクワクしてね見てきました。こちらのチャンネル見てくださっている中にもね、この手のねやはり昭和レトロ好きな方も非常に多いかと思うんですよ。本当にねこちらのねあとおもちゃ館さん何度も言うんですけども、一度足を運んでみてください。やはりねそれだけの価値があるね本当に博物館になっていると思います。でこちらのオーナーさんなんですけれども、若い頃にね商品パッケージのデザインなんかもねやられていたということもあって、そういったきっかけでねデザインとかパッケージの方のまあ自分のね資料といいますかね勉強がてらといった感じで、ね、商品を集め始めたといいますかね資料半分といった感じで、それではねこちらね2階の方もあります。ちょっと2階の方に上がっていきましょう。2階もね博物館の展示スペースということになっているので、2階の方もやばいです。正直1階があれだけでもやばいの、2階は2階で見てください。この雰囲気、陳列量が先ほどのねギチギチ感とこちらのねギチギチ感と変わらないんですよね。やはり、ね、2階というとどっかねスカスカになってきたりとか商品量が少なくなったりするのかなと思ったんですけれども、本当に収まりきらないほどの商品量といった感じで、こちらもね当然天井の上もこんな感じでぎっしりで、こういったね中にもねこんな感じで昭和レトロなね雑貨なんかもありますし、キャラクターもね本当に強いんだなと改めて感じました。おもちゃだけじゃなくてね生活雑貨とか生活品なんかのキャラクターもなんかもねかなりね多くあるので、こちらサンダルとかねこういった靴ありますよね。このサンダルも集めちゃってますし、こちらね一回り大きいソフビ関係のデッドストック品がねこれだけかかっています。でもこちら夏の祭りとかねお祭りでねあったこうなんかペンダントみたいなものもありますし、このシャンプーボトルとかやはりズック関係、またね水筒関係に鉛筆、コップ、箸、弁当箱、もう本当にありとあらゆるね昭和レトロのキャラクターものといった感じで、ここまでね集められてる方本当にいないと思います。おもちゃに特化してるところとか雑貨に特化してるとか放浪看板がね多いとか、そういったねジャンルごとね強みがあるところというのは多いんですけれども、こちらはね本当にオールジャンルをね幅広くなおかつ深く取り揃えているといった感じで、ブリキの看板とかね大ぶりなものもあれば、グリコのおまけとかねこうやってもマジンガー Z ありますね、マジンガー Z とかダルタニアスとかね細かいところを見てると、あんなちっちゃいものでもねかなり高価なものがね入っていて、そういったものがこれだけの商品量あるので、実際ねこれ総資産いくらになるんだろうと本当ビビっちゃいますよね。でね先ほどの話にちょっと戻るんですけれども、パッケージデザインをしているきっかけで様々なものをね勉強がてら集めていたところ、当時はねやはりねまだ処分するとかね、もう物が溢れていてもうこれいらないからね持ってってくれるみたいな、引き取ったり譲り受けたりと、かなりねこう今みたいにね高額で購入するというよりはもう本当にね投げ売りみたいな感じでもらってきたりとか、あとキャラクターものに関してはやはりね次のキャラクターが出てしまうともうねお払い箱といった感じで、1万円相当のものがね1000円ぐらいの福袋になったりして、そういったものをね買い揃えていたうちにねこんなになってしまったと。でこのエリアはね販売スペースになっているので、博物館エリアとはまた別でねこちらの商品は全て販売されています。本当に動画ではね雰囲気のね触り程度になってしまうのでね、ぜひね奈良県のねあとおもちゃ館さんの方に足を運んでみるのもいいんじゃないかなと思います。また近くの方には民家465というね、そちらもね昭和レトロな個性的なお店があります。そちらも自分個人的にはかなりおすすめのお店になっているので、あとおもちゃ館さんからもねさほど遠くないので、ぜひねあとおもちゃ館さんに寄ってその後ね民家465さんに回るというね昭和レトロ古物コレクターツアーといった感じでスケジュールを組んでみたらいいんじゃないかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。